では、早速発表の方に移らさせていただきます。タイトルにございますように、今回の技術は、機械学習とインピーダンス法という2つの、手法を組み合わせて、二次電池の診断を行おうというものです。で、最初にですね、この技術の特徴について、簡単に触れさせていただきます。リチウムイオン電池に関して今回お話しさせていただくんですけれども、これはリチウムイオン電池以外にも、太陽電池とか、その他にも、適用可能かなというふうに考えているんですけども、こういったデバイスの内部状態を診断する技術になっています。で、特徴としては、様々なデバイスに対して、非破壊で内部の状態を推定することができます。あとはですね、対象物の、インピダンスと呼ばれるデータを収集するだけで、利用可能になります。データは、収集する必要はあるんですけども、そのデバイスに対する、知識というのが、不要となります。で、三つ目が、特に今回、特化した技術の、特徴でもあるんですけども、環境とか個体差に依存しない診断が可能になっています。でですね、リチウムイオン電池に関してなんですけども、皆さんご存知のように、非常に普及が、急速に進んでおりまして、皆さんお手持ちのスマートフォンだとか、最近は EV だとか、もしくは電力系統の、平準化などにも、リチウムイオン電池が使われ始めています。あとね、エネルギー密度が非常に高く、軽量で、電力も非常にパワフルですし、最近はサイクル寿命が長くなってきていまして、ちょっと昔はですね、数年使うと全然使えなくなってきてしまっていたんですが、最近は多少は下手ってくるものの、数年持つということで、信頼性も徐々に高まっているかなというような印象です。で、ただしですね、まだ欠点として、効果であったりとか、安全性も、完璧ではないということが挙げられます。で、次はちょっと、怖い話なんですけども、蓄電池の事故っていうのは、まだ、国内はほとんどないんですけれども、海外なんかですと、時々起こっているというような状況です。で、特に大型な電池が最近増えているということで、事故の規模なんかも大きくなってきています。特にリチウムイオン電池はリチウムを使っているので、非常に、電力はたくさん出せるんですけども、その分、事故が起こってしまった時の影響も大きいということが言えると思います。で、これ左に写っている写真なんですけども、これ、とある通勤電車で、モバイルバッテリーが発火してしまったっていう事故でして、国内の事故なんですけども、これ、たまたまですね、私がいつも通勤に使っている列車の、事故だったんですけども、ちょうどですね、数本前に、乗っていました。で、10分、20分電車が止まってるから、これ何だろうと思って、調べてみたら、モバイルバッテリーが発火したということで、これどうやらですね、高校生が、リュックにモバイルバッテリーを入れていて、当然、教科書なんかも一緒に入っていたわけなんですけども、その教科書がですね、おそらく、リチウムイオン電池に、重くのしかかって、で、ですね、リチウムイオン電池、圧力がかかりますと、正極と負極が、粗悪品なんかですと、ショートしてしまって、で、ショートすると発熱して、発熱すると、どんどん反応が促進して、最悪、発火してしまうと。そんなメカニズムで、こういった事故が起こるんですけども、時々やっぱり、小さい規模で、でも、こういったことが起こり得るということになります。はい、ですので、リチウムイオン電池の、内部状態の診断って非常に重要でして、現在は温度とか、電圧電流の監視なんかは行ってはいるんですけども、例えばこの電池をそのまま使っていったらどういうふうになるかとか、内部がどのくらい劣化しているかっていうのはなかなか現状では難しいという状況です。はい。で、ですね、私の研究室では、長年インピーダンス法という手法を用いまして、電池の診断技術を研究してきました。最初は実は固体高分子型の燃料電池に
使っていたんですけれども、まあ、リチウムイオン電池や太陽電池、最近はですね、食品なんかのインピーダンス診断も、今、研究を始めています。で、このインピーダンス法の原理について、まず簡単に、ご紹介させていただきます。通常は、こういう二次電池っていうのは、直流で発電するものなんですけども、まあ、その直流に、こう、あえて、交流の電圧を加えます。交流といっても、大振幅の交流ではなくてですね、非常に微小な、振幅の交流を引火します。で、交流の電圧を引火しますと、まあ、当然電流も、こう、交流上に変動するんですけども、まあ、この電圧と電流の振幅比を、取ったりとか、あと位相の差ですね。こう制限波で電圧が振動していて、まあ、電流もこう制限波で振動するんですけども、電圧と電流のこの、振動がこうちょっとずれるんですね。まあ、そういった差を位相差っていうんですけども、まあ、こういったものを測定をします。で、さらにですね、この引火している、この交流電圧の周波数を変化させていきます。で、そうすると、その周波数ごとにインピーダンスというものが求められまして、まあ、それを複素数平面上にプロットしていきますと、まあ、一番シンプルなものですと、こういう半円のような形になります。インピーダンスっていうとちょっと難しい感じがするんですけれども、まあ、実際には、交流での抵抗みたいなものですね。で、その抵抗が周波数によって変化していくと。で、それをプロットすると、まあ、こういう軌跡が得られます。で、通常はですね、インピーダンス法を使うときには、このナイキストセン図という、このプロットから、透過回路を推定します。で、今皆さんご覧になっているこういう半円でしたら、抵抗1個と、抵抗とコンデンサの並列が直列になったような、まあ、こんな回路になるんですけども、このナイキストプロットから、この抵抗がいくつであるかとか、このコンデンサがどのくらいの容量であるかということを、求めることで、まあ、電池の内部状態が推定できるということになります。まあ、これがですね、まあ、電池の、例えば、充電量だとか劣化具合によって変わるということになります。で、このインピーダンス法っていうのは、実は皆さんの身近な例ですと、体組成計ですね、体脂肪計とも言うと思うんですけども、まあ、あれと同じ原理ですね。体脂肪計の場合には、まあ、筋肉と脂肪を比べますと、まあ、筋肉の方が、交流の電圧を、電流を通しやすいということで、まあ、交流のインピーダンスを測ることによって、まあ、その体の中にどのくらい脂肪があるか、筋肉があるかということを測定することができます。で、実際にですね、リチウムイオン電池の充電量を、この図ですと 100% から、20% まで変化をさせていきながら、インピーダンスをこのように測っていきます。色がついているのは周波数が、赤いところが高い周波数、青いプロットが低い周波数を、示しています。で、こうご覧になっていますとお分かりいただけるかと思うんですけれども、まあ、確かにですね、充電量が変わっていきますと、まあ、インピーダンスがこのように徐々に変化していきます。まあ、遠目で見ますと、だんだんこう小さくなっていって、で、充電量が、ゼロに近づいていくと、またこう大きくなっていくということがお分かりいただけます。で、リチウムイオン電池の場合は、かなり複雑な透過回路になりまして、このような形になります。で、横に充電量を変化させたプロットをもう一度示していますけども、まあ、非常にこう不規則な形で変化していまして、で、さらにこれを透過回路にで、表さなきゃいけないということで、なかなかこれは、まあ、この電池に対して、まあ、かなり詳細に解析をしないと、まあ、こういった透過回路っていうのが得られないですし、まあ、こう複雑に変化するインピーダンス比から、パラメータ推定するというのは、なかなか、難しい話になっていきます。はい。で、まあ、一口にリチウムイオン電池と言いましても、様々な電極だとか電解質がありますので、まあ、それによって、まあ、この回路の構成なんかも変わりますし、まあ、この、透過回路を推定するだけで一つの研究になるということで、まあ、非常に難しいということが挙げられます。
問題点として挙げられます。で、あとはですね、まあ、先ほどは充電量を変化させて、インピーダンスとの関係を見てきたわけなんですけれども、今度はですね、温度を変化させてみていきます。温度を、この実験ですと30度から、0度まで変化させていますけれども、まあ、かなりダイナミックにナイキストセンスが変化しているということが、見て取れると思います。ということでですね、例えば、充電量を推定したいと。で、充電量を推定するために、インピーダンスを測定、したのに、温度が変わってしまって、インピーダンスが変わってしまうというような、ことになってきてしまうので、これ実験室であれば、温度を厳密に何度というふうに、設定して測定することができるんですけども、まあ、このインピーダンス法を実環境で利用しようとすると、まあ、温度だけではなくて、まあ、例えば、重放電の履歴であったりとか、劣化状態とか、いろいろな要素が、このインピーダンスに影響してきてしまいますので、まあ、なかなか、充電量だけを推定するとか、まあ、逆にですね、温度だけを推定するとか、まあ、電池の劣化度を推定するっていうことが難しくなってきます。で、そこでですね、私の研究室で、数年前から始めた研究で、先ほどはインピーダンスから透過回路を推定して、で、その透過回路から内部状態を、見積もるということを、ご紹介していたんですけども、まあ、そのプロセスを全部、取っ払ってしまって、インピーダンスのデータから直接充電量とか温度とか、まあ、電池の内部状態を推定できないかということを、やってきました。で、具体的にはどうするかと言いますと、まあ、最近よく使われている、ディープラーニングを用いまして、まあ、大量のですね、内部状態が分かっている電池のインピーダンスを、データを取りためまして、まあ、それを使って、ディープラーニングを学習していくと。で、今度はその内部状態が分からない電池が来たときに、インピーダンスデータを与えてやると、内部状態が一発で出てくると。まあ、こんなことを、やっております。ですので、まあ、通常ディープラーニングと言いますと、画像の認識だとか、まあ、あとは音声とか、まあ、自然言語処理なんかに使われてきます、来ているんですけども、まあ、画像でしたら画像のピクセルのデータが入力データに入ってきて、まあ、それが、まあ、その画像が示すものが何であるかっていうラベルが出力されるんですけども、まあ、この場合には、今回、私の研究の場合には、インピーダンスデータを、入力として入れて、電池の状態を推定すると。まあ、そんな使い方をしています。で、実際に、データを取りためて、リチウムイオン電池の内部状態を推定したという、例をご紹介させていただきたいと思います。まあ、この実験ではですね、まず、充電量を、1本の電池ですね。まあ、一般的な、円筒型のリチウムイオン電池を購入してきまして、まあ、充電量を 20% から 100% まで、変化をさせます。で、さらにですね、温度も、0度から35度で、まあ、5度刻みで変化をさせて、まあ、ありとあらゆる条件で、電池の、インピーダンスを測定しています。で、これは、学習、ディープラーニングの学習にも使えますので、まあ、同時に、充電量、まあ、温度は設定しているので分かっているんですけども、まあ、充電量も測定をしながら、この測定を繰り返していきます。ですので、こういった条件を設定したら、インピーダンスを測定して、充電量も、測定していくと。で、これを学習データとして、使ってやります。で、こちらがですね、内部状態が、すみません、こちらはですね、学習に使っていないデータを使って、まあ、実際にそのリチウム、対象となるリチウムイオン電池の状態推定ができるかということを、テストしたものです。で、横軸がですね、実際の充電量ですね。20% から 100% ですね。で、縦軸が、充電量を、ディープラーニングを使って推定したものです。まあ、ですので、このプロットが、きっちり斜め45度の線、直線の上に乗っていれば正しく、状態推定ができているということを示しています。
で、ご覧になっ、あの、なってわかり、あの、わかりいただけますように、かなり高い精度で、推定ができています。通常、リチウムイオン電池の、充電量っていうのは、電流を積算して求めているので、結構、誤差が、出てきてしまうんですけども、まあ、電流積算法っていうんですけども、まあ、これを使うことなく、インピーダンスを使って一発で、充電量を推定できています。まあ、精度を数値で表すと 1.452% ということで、実用上は非常に高い精度で得られていることがわかります。で、あとですね、このプロット、色が、いろいろついているということがお分かりいただけるかと思うんですけれども、赤いプロットが温度が高い点ですね。で、青いプロットが温度が低い点ということで、まあ、本来でしたら、温度が変化すると、インピーダンスも変化してしまうんですけども、まあ、その変化も吸収して正しく、充電量が推定できているという、ことが、示せました。はい。でですね、ここまではインピーダンス法と機械学習を組み合わせましたっていう話なんですけども、まだ一つ問題点がございまして、先ほどの例ですと、一本の電池に対して、推定を行ってきたわけなんですけども、まあ、実際にはですね、同一のメーカー、同一の型番、まあ、同一のロットであっても、リチウムイオン電池というのは特性に多少のばらつきがあります。で、まあ、実用上は、そのばらつきって問題になることはないんですけども、まあ、インピーダンス測定してみますと、まあ、割と、異なってきます。まあ、これはですね、まあ、同じ種類の、同じ型番の電池を、3本用意してきて、全く同じ温度、充電量でインピーダンスを測定していきますけども、まあ、結構、こちらの、低周波側で割と、ばらつきがあるということがわかります。ですので、本来でしたら、機械学習を用いて、こういった状態推定をするためには、まあ、ありとあらゆる、まあ、出荷するすべての電池に対して、データを取らなきゃいけないということで、まあ、非常に測定時間とか工数がかかってきてしまうというような問題点が出てきてしまいます。で、そこでですね、まあ、ありとあらゆる電池を使うのではなくて、まあ、代表的な、数本の電池を、数本の電池のデータを取ったら、まあ、そこから、架空の電池の、インピーダンスを、まあ、生成するということを、まあ、提案をしています。で、例えば、こう、3本の電池を、のインピーダンスを取ったら、まあ、そこから、まあ、いろいろな内分比で、様々な、電池、架空の電池の、インピーダンスデータを、まあ、これは計算で求めますので、簡単に大量に生成することができます。まあ、こういった特性を作っておきます。で、この手法の効果ということで比較していきますけども、まあ、左の、データっていうのは、まあ、1本の電池のみを使って推定した例なんですけども、まあ、かなり誤差が出てきてしまっています。すみません。1本の、じゃないですね。3本の電池を使って推定した例ですね。3本の電池を使って、学習をして、まあ、ある1本の電池を推定したというものになります。かなり、この斜め45度の線からは離れてしまっているということがわかります。で、右が提案手法で、求めたものなんですけども、まあ、ぴったりこう45度の線の上に乗っているということが、わかりいただけるかと思います。まあ、このように、まあ、架空の電池のインピーダンスデータを生成することで、精度を大幅に向上することができます。ここまでを一回まとめさせていただきたいと思います。で、まずインピーダンス法についてご紹介しましたけども、まあ、インピーダンス法は様々なデバイスに対して非破壊で、内部状態の推定ができるというような特徴を持っています。で、こちらに機械学習を組み合わせることで、透過回路を用いることなく、データを収集するだけで、まあ、このインピーダンス法による、メリットを、最大限活用することができます。で、さらに本技術を利用することで、まあ、環境とか個体差に依存しない診断が可能になります。で、この技術の想定される用途ということなんですけども、まあ、今回リチウムイオン電池を一例にご紹介しましたけども、まあ、現在、まあ、他の化学電池とか太陽電池の研究もやっておりまして、
まあ、そういった他のデバイスの状態推定も可能となります。で、電池だけではなくて、まあ、生体とか生物、食品などの推定も可能です。はい、であとは、まあ、電源回路とか材料 などの工業製品、異常診断にも利用できるかなと思います。で、実際にですね、実は私の研究室の学生がちょっとやってみたいってことで、まあ、今年から実は本格的に研究を始めたんですけども、まあ、食品の熟成度の解析を今、やろうとしています。これ右側の、グラフはですね、バナナの熟成度を、まあ、インピーダンス法で推定できないかということで、バナナをこう持ってきまして、1日目、2日目、3日目と、インピーダンスをこうプロットしていくと、かなり綺麗な、傾向を示しています。まあ、これで今、この果実がどのくらい熟成しているかとか、食べ頃がいつかということが、診断できるんじゃないかということを、期待してやっております。はい。で、今ですね、私の研究室は基本的な原理とか、基礎的な検討を今行っているところなんですけども、企業様にはですね、まあ、ぜひこういう点で、コラボレーションをお願いしたいなということがありまして、例えばリチウムイオン電池なんかですと、まあ、非常に大規模な、量の測定を行う必要が出てきます。今回、ご紹介した技術で、本数などは減らすことができたんですけど、例えば劣化だとか、まあ、温度推定、充電量推定なんか同時にやろうとした場合には、まあ、それぞれの条件で、データを取る必要がありまして、現在ですね、インピーダンスデータを取るために、まあ、こういう右の写真にあるような基盤を開発しておりまして、まあ、通常ですね、次のスライドに行ってしまいますけども、こういった、まあ、インピーダンスアナライザーとか周波数解析機なんかが必要なんですけども、これがかなり高価でですね、なかなか、電池1本を評価するために1台必要ということで、まあ、非常に測定に多くの時間がかかってしまうということで、まあ、こういった安く取れる基盤を開発しまして、これを、まあ、大量に作って、まあ、同時並列的に、電池のデータ収集をしようと思っています。で、こういったことにご協力いただける企業さんがもしいらっしゃいましたら、お声掛けいただけるとありがたいなと思います。あとは他にはですね、リチウムイオン電池とか、まあ、先ほど挙げたような、デバイス、まあ、もしくは、まあ、食品とか、まあ、そういったもの以外にも、こんなものできないかというような、ご要望なんかもお寄せいただけるとありがたいと思っております。特にですね、これデータを収集しない限りには、なかなか実用化が難しいということで、結構鶏か卵かみたいな話になっておりまして、なかなか大学だけでは、まあ、大量のデータって収集しづらいところもありますので、一緒にこうリスクを取って、やっていっていただけるような、企業さんを募集しております。で、私の研究室の方では、まあ、こういったインピーダンスを測定するための機器だけではなくて、非常にノウハウも大事になってきてまして、測定条件だとか、測定した後のデータ処理、特にインピーダンス法は解釈がなかなか難しいところで、まあ、そういったノウハウなんかも持ち合わせておりますので、はい、ご協力、ご協力差し上げ、できるかと思います。で、先ほど、今回ご紹介した技術に関しては、特許を、今年度出願したところです。で、大学としては、単体で特許実施するっていうことはなかなか難しいですので、ぜひ活用していただきたいなというふうに思います。で、これまでも多くの企業さんと共同研究をさせていただいておりますし、2017年から18年は、リチウムイオン電池に関するプロジェクトで、埼玉県のプロジェクトに採択されていたりもします。で、まあ、こういった共同研究で、共同出願の特許なんかも、まあ、たくさん出しておりますので、まあ、ご興味のある方は、ご連絡いただければと思います。はい。で、問い合わせ先は、こちらになっております。では、この後のセッションでも、ご質問等、お受けしておりますので、ぜひよろしくお願いいたします。以上となります。